あ、あああああらどどうえも大丈夫です。え今日はね、YouTube 練習三億円三億円超えの私が、えもう今後ねもうちょっと面倒くさいだんだん腹立っている最近、もうイライラする事ばっかりで、もう本音で喋っていこうっていうことで、えちょっとね傷つく人もいると思うんですけど、まあそれにちょっと画面見てりくださいよ。 はい、私ね、えー、YouTube 収益年収3を超えてる私がですね、あの、YouTube 目指してるそこのあなた、ね、みんな頭悪いから、ねで、俺はいつも説教してるんだけど、頭の悪いやつの方が逆に成功するよっつって、ね、あの賢いやつってやっぱコリコだからさ、大体な考えすぎちゃって失敗するんだよ。で、俺みたいな中途半端なバカが一番成功するっていうね、うん、大体成功者のね、半分ぐらいバカだから、めちゃめちゃ頭悪い、俺と一緒。うん、簡単だから、マジで。でね、これ今回 YouTube をどうやって儲かるかって話ね、これ。 ソーシャルブレイド。ここ見てくださいね。ここで見ていけば、大体、えい、ー、YouTuber ね、どんな YouTuber がいるのか。もう一目断然だと。はいはいはい。じっくり見てくださいね。日本で、これね、今、日本ランキング。これは、純也って聞いたことある。純也さんね。はい。で、彼は最近出てきたのティックトックから出てきたんだけど、リアルタイムの再生回数ランキングなんだよ。ここにあるのはね。 リアルタイムの再生回数ランキング。1位、んやさん。はい。なんでんやさんが1位かって簡単に説明していこう。彼は、世界に勝負してるから。うん。日本人って1億人しかいないじゃん。世界って70億人いるじゃん。ねえねえ。まあちょっとここ見てごらん。ここにあるんだけど、んやさんがデイリーアベレージね、1日で、これ。2000万ページビューあるからね。2000万だろ合ってる 二千万ペーージビューね2000万回、二千万人に見られてると。で、簡単に言うと、これはね、子供が見てます。はい。で、純也さんの動画ってどんな風な動画っていうと、うわーわうわうわわみたいなね。もう、純也さんってテンションがいい、ノリがいいから、もう雰囲気だけで動画作っちゃうわけよ。わーファわーみたいな。で、一日10本とか動画出しちゃうんだよ。で、戦略としては、どの動画も50秒ぐらいにまとめてあるわけ。で、 もう言葉喋らない。ダンスと笑顔と一発芸を50秒に詰め込む。で、それを大量生産していくわけよ。で、毎日10本コツコツ動画出していくわけよ。で、それが、たまたま純也さんの場合は才能があった。で、日本人じゃない。で、世界中の子供たちが、なんやこの剣の変なおっさんはっつって、笑いながら繰り返し見ちゃうんだよね。だから、えー、1日あたり2000万ページビューあると。ね。ただ、 で、これ、純也さんがいくら収益があるか、俺がざっくり計算したるよ。うんとね。純也さんはね、ページビューはあるんだけど、えー、彼ね。彼はページビューはあるけど、一番稼いでるかっていうと違うかもしんないね。なぜなら、YouTube って、えー、彼の動画って短いんですよ。50秒。50秒しかない。 で、50秒で平均再生時間が多分2 50%あったとしても、50秒の動画で25秒しか平均1再生あたり見られてないんで、1再生あたり25秒ってめちゃめちゃ単価悪いんですよ。なので、稼ぎはそこまででもないんだけど、とりあえず、一番見られてるのは、日本で1位は純也さんです。リアルタイムでね。はい。これ皆さん覚えてね。はい。で、まあ、ちなみに私ね、年収3億を超えてるこの私がはっきり皆さんに説教しますけども、えー、私このチャンネルね、私この、この、 日本ランキング50位以内に、私3本チャンネル持ってますからね、私ね。はい、これ調べてもらったら分かると思うんですけどね、はい。私ガチですからね。年収3億超えてますからね。皆さん勉強してくださいね。はい。で、第2位、マイゼンシスターズと。で、第3位がフィッシャーズね。で、フィッシャーズ。で、これはおそらく日本で一番稼いでるのはフィッシャーズかもしれない。なんでかっていうとね、皆さん見てください,はい。フィッシャーズさん、デイリーアベレージ。1日あたり563万ページビューだと。で、 フィッシャーズのね、動画ってね、ほとんど日本人が見てるんですよ。で、海外再生ってね、単価がめちゃくちゃ悪いの。物価が違うでしょ。例えばインドとか田舎の人が見てたりする。で、そういうところのね、の再生回数ってね、単価がめっちゃ低いのよ。だから、純也さんはそこまで稼げてないぞと。ただ、ページビューは2000万あると。いうことね。はい。で、フィッシャーズは、えっとね、1日あたり500万人が見てる。500万人じゃないな、正確に言うと200万人が見てるかな。うん、1人で2つ、 動画見たら2ページビューになるからね。ら基本的に560万ページビューがデイリーア,ベアレベージ。で、フィッシャーズさんの動画ってまあ10分ぐらいなのかな。で、10分ぐらいで平均視聴時間が、えー、の何分どん ?10 分でも何分からな。10分の動画で3分、4分ぐらいだと思うんだよ。1再生あたりね。で、10分で3分、4分で日本人がメインのチャンネルだと、これ単価がね、0.3円あります。はい。わかります はい、0.3円ある。フィッシャーズさんの給料、俺計算したるわ。えっ、ー、と、ね、0.3円単価があるんだけど、えー、ざっくりね、間違ってることもあるんでね、ざっくり言うと、0.3円で計算するよ。0.3円かける500万ね。うーんと、0.3でかけたら、1日どうだ、150万か。日当150万ぐらいだな、フィッシャーズさんね。で、日当150万円、ざっくりね、150万円かける30で4500万円ね。 はい、で、4500万円プラス、YouTube 収益だけじゃないから、フィッシャーズさんはね。4500万円毎月収入がある。プラス、他のお仕事ね、えー。例えば、企業案件受けたりで、企業案件1本受けたら300万とか500万とかもらうわけでしょ。うん、で、そんなんを足したりすると、これもしかすると年収、月収1億ぐらいあるかもね。1億ないかな。うん。まあ、まあ、YouTube 収益だけでこれ4500万超えてると思います。はい。で、ただ彼らはメンバーでやってるので、それを4500万円だったとしよう。 企業案件のけたと考えてね、YouTube 収益だけで月収4500万あると。それを例えば5人も6分で割るからね。で割って、しかもね、いいよ考えて、ね。月収4500万円あったら、もう半分ぐらい税金持ってかれるから。ね、ざっくり言うと、手取りで2000万円だと考えよう、えー。フィッシャーさん、月収手取りで2000万円。それを6人とか7人で割る。で、人とかも雇ってるだろうから、みんなで割ると。そしたらみんな手取りで、どうだ ?200 万ぐらいだろ。100万か200万ぐらいだな。 人が多いから。で、これ一人でやってる純也さんっていうのは最強かもしれないよね。全部まるまる自分の金儲けになるから。はい。こんな感じね。で、まあ、この辺の子供 YouTuber、専門も愛とか、ひまわりチャンネルとか、えー、これはね、単価があんまり良くないですね。子供チャンネルに関しては。以前は昔はね、めちゃめちゃ単価良かった。けど、最近ちょっと単価が落ち傾向にありますよね。で、ヒカキンゲームズ。で、これがね、再生回数ランキングで9位にいるんですよ。で、これがね、もしかするとヒカキンさんが一番稼いでるかもね。なんで稼げるか。いいですか。 これヒカキンさん、デイリーアベレージ、1日あたり286万ページビューある。で、ゲーム YouTube って動画長いんですよ。ね。動画が長いと、めちゃくちゃ単価がいい。で、動画が長くても2分で見られるのやめてた。平均聴時間2分だったらクソ単価悪いよ。うん、だけど、ヒカキンさんの場合は、ゲ、えーム YouTube、ゲーム YouTuber you と平均視聴維持率っていうのがあるんだけど、多分僕が見た、僕の推測によると、 40%超えてんじゃねえかなと。うん、でいう風に考えて、例えばゲーム動画は長いから20分超えたりすると。で、1再生あたりの平均再生時間がとても長いと。っていう風になると、これめちゃくちゃ、同じ1再生でも儲ける金額が全く違う。ね。デイリーアベレージ、えー、1日あたり286万再生されてます。で、この同じでも0.3円どころじゃないよ。これ1円あるかもね。 あ,あの、平均、一再生の、要するにみんなね、再生回数で儲かるんじゃないんだよ。平均再生時間がいくらなのわけよ、うん。だから、同じ一再生でも、長く見てくれた一再生。うん、一1ページビューあたり平均で15分見てるとか、20分見てるとか、そういう動画ってめちゃくちゃ儲かる。単価がクソクソいい。うん、なんで、ヒカキンさんはこれ、ヒカキンさんトップかもしんないな。うん、しかも、ヒカキンさんってこれ、ゲームズ、あんまり更新されてないだろう。 ゲームズヒカキン TV もこれ11位におるよね。ヒカキン TV ってっ日本人ばっかり見てる可能性高いし、えー、再生時間、平均再生時間も長いだろうから、えー、これね、見て。デイリーアベレージ、314万。で、これで今ちょっと疑問に思った人いない ?314 万。あれなんで314万のヒカキン TV が11位で、えー、ヒカキンゲームズが280万で9位になってるの これに関しては、ソーシャルブレードが完全に網羅されてなくて、その順位の切り替えが結構リアルタイムでやるんだけど、1ヶ月遅れたりする。なので、上に来てるんだけど、実は下の方にもっとページビュー稼げてるチャンネルあるよとか、まあそんな感じなわけね。うん、うん。なので、えー、この順位イコール、ちょっとこの、うーん、なんていうのかな。 えー、ランキングがこう,うまく再生されるまで、ソーシャルブレードがまだまだ進化過程で、うまくランキングが出てないことがある。だ,だから、11位がと9位がちょっと、これ違うよね。なので、11位のこのヒカキン TV の方がもっと上にあるんだけどね。っていうところね。うんまあ、そこら辺を考えてみてください。で、まあ、こんな感じでね。ドロ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 。ドロ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 トロトロトロロボンボン TV ですね。えー、自分、ボンボン TV のドミちゃんが結構好きですね。はい 動くちゃんとかね、いろんな方います。キヨさん、プリンセス姫とかね、いっぱいいますね。<laughs> で、キッズラインさん。で、キッズラインさんが、えっ、ー、とね、キッズラインさんね、35位にいるね、キッズラインさん、ちょっと見ていこう。キッズラインさん、キッズラインっていうね、これ女の子の子供チャンネル。うん、子供チャンネルにマジで単価悪いからさあ、あまり儲かってない。で、デイリーアベレージ。1日に当たり160万ページビューだと。 まあ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 ,まあ,まあ儲かってるけどねそれ儲かってるけど、えー、単価がいまいち良くないよとで一時さあのキッズラインさんが叩かれたじゃん無意味にあの再生回数を買ってるとか言うけど買ってないから買う意味ないからキッズラインさんチャンネル登録者とかあのそういうの買ってませんはいえっ、ー、とね子供動画ってえっ、ー、とねチャンネル登録世界中でされんのよ でもチャンネル登録するけど見に来ないっていう、そういう風な傾向にあって、子供動画に関してね。だからチャンネル登録が300万人とか、ね、えー、これな1000万人いったか。1000万人いても、もう、何、動画新しい動画出してもあんまり全然再生されなかったりするものなのよ。それ、子供チャンネルの傾向にあって、えー、決して、えー、このね、 不正を行ってるとか一時勘違いして日本人バカバカなんでねクソクソ悪いことしてるとかって思い込んでんだけどキッズラインさん全然悪いことしてないですから子供チャンネルってチャンネル登録者はめちゃめちゃいくけど見てよキッズラインさんチャンネル登録これ,これ1000万超えとるよね多分チャンネル登録1200万人かキッズラインさんね だけど、そういうもんなのよ、子供チャンネル自体が。世界中の子供たちがチャンネル登録はしてみるんだけど、とりあえず見に行かないっていう子供ってそんなもんだから。ということで、えー、チャンネル登録とかページビューとか買う意味ないから、うん。っていうのをね、そこを理解してください。なんで無駄に叩かないようにね。えー、こんな感じで、どん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 、こうあれねあ、ヒカルさんとかね、うんまあ、この辺で、うん、70クリームだから。 いろいろね、加藤淳一、うんこちゃんとかね、これいっぱいありますよね。まあ、こういう感じで。という形で、えーまあ、ちょっとこれなんかの参考にね、YouTube 収益で3を超えてる私がですね、えー、皆さんに YouTube 目指してるあなたに、まあ、この動画もあんま再生されねえんだろうけども、えー、YouTube 収益を目指してるあなたのヒントになったかなと思います。そんじゃね。